京都アニメーション制作の最新アニメ映画「リズと青い鳥」が2018年4月21日土曜日より公開となり、初日に新宿ピカデリーにて豪華ゲスト登壇の初日舞台挨拶が実施された。リズと青い鳥は高校生の青春を描いた武田彩乃さんの小説響けユーフォニアム、北宇治高校吹奏楽部波乱の第二楽章のアニメーション映画化作品。映画生の形で第40回日本アカデミー賞優秀アニメーション賞、東京アニメアワードフェスティバル2017アニメオブザイヤー作品賞劇場映画部門グランプリなどを受賞した京都アニメーションが、みぞれと望み、2人の少女の儚く美しい一瞬が描かれる。RR 山田直子監督が手掛ける京アニ最新作「リズと青い鳥」よりメインスタッフコメント最新情報が到着。 RR アニメ映画上映スケジュール。公開初日の4月21日土曜日に新宿ピカデリーにて豪華ゲスト登壇の初日舞台挨拶が実施された。オフィシャルレポートが到着したので紹介する。オフィシャルレポート継承略。舞台挨拶には本作の W ヒロインで仲良しの友達だけれど、高校最後のコンクールを前にどこかギクシャクしている鎧塚みずれ役の主崎あつみと笠木のぞみ役の東山奈を、劇中に出てくる童話の中の登場人物リズと青い少女の一人二役を好演した本田望結、そして山田直子監督が登壇。ついに公開を迎えた本作について存分に語り尽くしました。トークセッションで志崎さんが本作について顕微鏡を見てる時って息しないなというか、見てる時は息を潜めてしまう作品というのが伝わったかなと思いますと語り、顕微鏡なんて例えで大丈夫でしたかと焦った様子を見せるよ東山は良い例えですと返し、山田監督も最高ですと本作を表現する例えに太鼓判を押しました。また本作でリズと少女を演じた本田が、他のキャストの皆さんの声が本当に素敵で、私のシーンで見てくださっている皆さんに違和感を覚えさせてしまわないかと本当に不安でお許しいただきたいのですがと語ると、志崎はみぞれとのぞみが言葉を発しない気持ちの裏側を演じていただいて、お芝居も声もまっすぐでストレートで素晴らしかったですと語り、東山はうちらのぞみとみぞれは素直じゃないからそばにいてとか大好きよコメント。9初日を迎えた感想主崎あつみ、本日初日を迎えて皆様の前でご挨拶させていただけて率直に嬉しいです。上映前には言葉ではなかなか伝えられなかったことが本編を見ていただけた今伝わったかなと思います。みぞれとのぞみの瞬間瞬間の解像度を上げたこととわかると思いますが、顕微鏡を見てる時って息しないなというか、見てる時は息を潜めてしまう作品というのが伝わったかなと思います。東山奈緒、この作品について早く皆さんと語り合いたいと今日という日を待ち遠しく過ごしてきました。本作に込めたたくさんの思いや自分たちでも気づかなかった見どころなど話したいです。本当に私たちのセリフのままではなく、その裏側の気持ちや一言に込めた思いが伝わったかなと思います。一シーン一シーン小さなことの積み重ねで、雪のように心身と積み重なってきたものが気がついたら厚く積もっていて、作品の中で最後にのぞみが言った一言につながっているんだと思います。本田望結、すごく楽しみにしていたので嬉しいのとともに、プロの声優ではない自分の声を許してもらえるか不安でしたが、今日を楽しみにしていました。
他のキャストの皆さんの声が本当に素敵で、私のシーンで見てくださっている皆さんに違和感を覚えさせてしまわないかと本当に不安でお許しいただきたいのですが、本作の一ファンとしても今日という日を迎えられてとても嬉しく思います。9. キャストの感想を聞いた感想。山田監督、皆さんのお話を聞いていて思わずグッと来てしまいました。本当に良い映画だったなと思います。9. 本作で印象に残っているところは、主作厚み、本作のキャッチコピーにもあるずっと一緒だと思っていたという言葉が、二人が物理的に離れていくだけではなく、いろんな意味を含んだ言葉で、すごいキャッチコピーだなと思いました。これからも本作をよろしくお願いいたします。東山直、本日は本当にありがとうございます。アフレコをする前からこの作品は自分にとって特別な作品になるだろうと思って台本を開きました。響け、ユーフォニアムシリーズの一つとして以上に、一本の映画として自分が思っていた以上に特別な作品になりました。あの表情は何だったんだろうと疑問に思ったことなどをみんなで語り合える作品になっています。また皆様に会えるといいなと思いつつ、この作品について語り合えるのを楽しみにしています。私が書いたわけではないんですが、東山直、これまでの望みは明るくて、この子は人から憧れられる子なんだと思わせるような子だったのですが、本作で彼女の解像度を上げることで人間味をクローズアップしてみると、まっすぐなだけじゃないことが分かりました。9. 締めの一言挨拶。伊勢崎敦美、本日は公開初日にお越しいただき本当にありがとうございます。言葉にしてしまうと壊れてしまいそうな、本作のいろんなものを見ていただければ伝わっていたら良いなと思います。見るたびに違う面が見えてきて、いろんな方向から見ることができる、たくさんの思いが詰まった作品です。何度でも劇場に足を運んでいただき、さらにリズと青い鳥をより深いところまで楽しんでいただけると嬉しいです。本田望結、本当に素敵な作品で、今日ここにいられることが幸せな気持ちでいっぱいです。映画館に最低でも10回は見に行きたいと思います。青春を描いた作品ですが、この作品が私の青春の1ページになりました。一生懸命演じた作品ですので、皆さんにも伝われば嬉しいです。本日は本当にありがとうございました。山田監督、一見静かな映画かなと思われるのですが、本当は少女の機微がおしゃべりな作品です。公開初日を迎えて、多くの方々に見ていただけて、感無量です。これからも何回でも見ていただけると嬉しいです。映画館でしか聞こえないような音響設計でマニアックな作りになっています。これからも何回でも映画館で見てください。本日はありがとうございました。作品情報、継承略、リズと青い鳥公開日、2018年4月21日土曜日劇場情報、http://riz-blurd.com/ 松竹 C 武田屋の宝島社響け制作委員会、公開初日の4月21日土曜日に新宿ピカデリーにて豪華ゲスト登壇の初日舞台挨拶が実施された。オフィシャルレポートが到着したので紹介する。オフィシャルレポート、
継承略。舞台挨拶には、本作の W ヒロインで、仲良しの友達だけれど、高校最後のコンクールを前にどこかギクシャクしている。鎧塚みぞれ役の主崎あずみと笠木のぞみ役の東山奈緒。劇中に出てくる童話の中の登場人物、リズと青い少女の一人二役を好演した本田望結。そして山田奈緒子監督が登壇。ついに公開を迎えた本作について存分に語り尽くしました。トークセッションで主崎さんが本作について顕微鏡を見てる時って息しないなというか、見てる時は息を潜めてしまう作品というのが伝わったかなと思いますと語り、顕微鏡なんて例えで大丈夫でしたかと焦った様子を見せるよ。東山は良い例えですと返し、山田監督も最高ですと本作を表現する例えに太鼓判を押しました。また本作でリズと少女を演じた本田が、他のキャストの皆さんの声が本当に素敵で、私のシーンで見てくださっている皆さんに違和感を覚えさせてしまわないかと本当に不安でお許しいただきたいのですが、と語ると、主崎は、みぞれとのぞみが言葉を発しない気持ちの裏側を演じていただいて、お芝居も声もまっすぐでストレートで素晴らしかったです。と語り、東山は、うちら、のぞみとみぞれは素直じゃないから、そばにいてとか、大好きよ。コメント、9、初日を迎えた感想主崎あずみ。本日、初日を迎えて皆様の前でご挨拶させていただけて、率直に嬉しいです。上映前には言葉ではなかなか伝えられなかったことが、本編を見ていただけた今、伝わったかなと思います。みぞれとのぞみの瞬間瞬間の解像度を上げたこととわかると思いますが、顕微鏡を見てるときって息しないなというか、見てるときは息を潜めてしまう作品というのが伝わったかなと思います。東山奈緒、この作品について、早く皆さんと語り合いたいと、今日という日を待ち遠しく過ごしてきました。本作に込めたたくさんの思いや、自分たちでも気づかなかった見どころなど話したいです。本当に私たちのセリフのままではなく、その裏側の気持ちや一言に込めた思いが伝わったかなと思います。一シーン一シーン小さなことの積み重ねで、雪のように心身と積み重なってきたものが気がついたら厚く積もっていて、作品の中で最後にのぞみが言った一言につながっているんだと思います。本田望結、すごく楽しみにしていたので嬉しいのとともに、プロの声優ではない自分の声を許してもらえるか不安でしたが、今日を楽しみにしていました。他のキャストの皆さんの声が本当に素敵で、私のシーンで見てくださっている皆さんに違和感を覚えさせてしまわないかと本当に不安でお許しいただきたいのですが、本作の一ファンとしても今日という日を迎えられてとても嬉しく思います。キャストの感想を聞いた感想？山田監督、皆さんのお話を聞いていて、思わずぐっと来てしまいました。本当に良い映画だったなと思います。かっこ笑い。9、本作で印象に残っているところは？主崎あずみ、本作のキャッチコピーにもある、ずっと一緒だと思っていたという言葉が、二人が物理的に離れていくだけではなく、いろんな意味を含んだ言葉で、すごいキャッチコピーだなと思いました。私が書いたわけではないんですが、かっこ笑い。東山奈緒、これまでののぞみは、明るくて、この子は人から憧れられる子なんだと思わせるような子だったのですが、本作で彼女の解像度を上げることで、人間味をクローズアップしてみると、まっすぐなだけじゃないことがわかりました。のぞみがみぞれに、プールに行こうよと言ったとき、みぞれが、
他にも誘いたい人がいると言った時の動揺が意外でしたが、みぞれが自分の知らないところで羽ばたき始めているところに気づくシーンでもあり、印象的でした。見るたびに違う面が見えてきて、いろんな方向から見ることができる。たくさんの思いが詰まった作品です。何度でも劇場に足を運んでいただき、さらにリズと青い鳥をより深いところまで楽しんでいただけると嬉しいです。これからも本作をよろしくお願いいたします。東山直、本日は本当にありがとうございます。アフレコをする前からこの作品は自分にとって特別な作品になるだろうと思って台本を開きました。響け、ユーフォニアムシリーズの一つとして以上に、一本の映画として自分が思っていた以上に特別な作品になりました。あの表情は何だったんだろうと疑問に思ったことなどをみんなで語り合える作品になっています。また皆様に会えるといいなと思いつつ、この作品について語り合えるのを楽しみにしています。ミユ、本当に素敵な作品で、今日ここにいられることが幸せな気持ちでいっぱいです。映画館に最低でも10回は見に行きたいと思います。青春を描いた作品ですが、この作品が私の青春の1ページになりました。一生懸命演じた作品ですので、皆さんにも伝われば嬉しいです。本日は本当にありがとうございました。山田監督、一見静かな映画かなと思われるのですが、本当は少女の機微がおしゃべりな作品です。初日を迎えて多くの方々に見ていただけて感無量です。これからも何回でも見ていただけると嬉しいです。映画館でしか聞こえないような音響設計でマニアックな作りになっています。かっこ笑い。これからも何回でも映画館で見てください。本日はありがとうございました。作品情報、継承略、リズと青い鳥、公開日、2018年4月21日、土曜日、劇場情報、http://riz-beeuebird.com/、松竹。